旧ホームホームにかつてあった打ち抜き、伊予西条駅は愛媛県西条市大町に設置されている四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は Y31。西条市の代表駅であるとともに、普通列車の大部分の運転系統が当駅で分断されるほか、当駅を四重儀とする特急が設定されているなど、運転上の拠点駅にもなっている。また、 夜間帯は早朝、深夜に発着する列車が駅構内に留置されるほか、駅舎にある乗務員宿泊施設にはこれらの列車を担当する乗務員が宿泊している。駅全体を見ると、電流線や乗務員宿泊施設などもあり、相応の規模を持つが、緑の窓口や待合所など旅客施設は、駅の規模から比較すると比較的こじんまりとした印象となっている。また、 発射表は長年にわたり、改札中の列車種別を示すアンドン式のものが設置されているのみだったが、2017年に実施されたバリアフリー加工時で新しく古戦橋が設けられ、フルカラー LED 方式の発射表が改札場と各乗り場に設置された。列車接近メロディーは、かつては瀬戸の花嫁であったが、2015年3月からは、 最上市出身のテノール歌手、秋川正史の千の風になってに変更されている。なお、2021年3月のダイヤ改正で廃止された当駅終着のミッドナイト EXP 高松は、2020年3月14日のダイヤ改正まで特急としては、四国内で最も遅い時間の1時15分ぎとなっていた。島式、単式2面三線ホームの地上駅。 互いのホームはエレベーター付きの古典橋で結ばれている。駅前広場には打ち抜きと呼ばれる湧き水がある。改札前の一番乗り場は上り方面にしか出発信号がなく下り列車は入線しない。2019年度の1日平均乗車人員は1513人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅前再整備前の様子。 駅前再整備後の様子。西条市や、市域の海岸沿いに立地する工業地帯及び、石土山への玄関口となっている。西条市役所などが立地する、町の中心は北に1キロメートルほど離れており、市の規模に比して駅前はやや閑散とした雰囲気である。駅前には1967年にロータリーなどが設置されたが、歩道などの老朽化が進んでいたことから、 都市再生のための整備の一環として、駅東側にある鉄道歴史パークイン採所などと合わせ、交通結節点としてだけではなく地域の特色に相応する駅前として再整備がなされた。なお、一連の整備は、住民代表や商工業団体のほか、JR 四国及び日本ナショナルトラストなどを交えて計画が策定された。バス乗り場とタクシー乗り場が設けられている。 なお、かつては駐車場が設けられていたが、駅前再整備に伴い営業を休止した。バス乗り場には、主に、瀬戸内バスの各路線が乗り入れている。特に、石槌ロープウェイ線は当駅を奇襲点としており、小山開きの時には、臨時バスも運行される。このほか、伊予鉄バスとの共同運行による、特急バス、新居浜松山線や、 阪神バスとの共同運行による高速バス、石槌ライナーも乗り入れている。なお、東京行き役を高速バス、パイレーツ後は当駅を経由しない。ありがとうございます。